はい、どうもゆきです。今日は、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はこちら、はちみつ男梅サワー限定です。甘いしょっぱいうまさ、甘じょっぱいうまさ、アルコール度数が、たったの 3%。 買うかちょっと迷いましたけど、まあいいかっていうことで買いました原材料が梅とはちみつと、梅肉エキスとスピリッツと糖類と酸味料と香料と果実色素とビタミン C とカラメル色素、梅果汁が 5% と書いてあります。お疲れさんに梅がしみる、自分に甘い時間を作れ。1. 清く正しく美しく休め。 1. 何もしない贅沢を知れ。 1. 働いた後は気楽になれと書いてあります。よし、蜂蜜男梅サワーは多分最近出たんですかね、これね。色がね、普通の男梅サワーと同じ色。乾杯。あれ、普通の男梅サワーとなんか変わった？ちょっと甘くなったのか。ああ、甘みが増えたんかな。キャンディーで、小梅っていうキャンディーあるじゃないですか。あれの味がする。甘いですね。普通の男梅サワーはこんなに甘くなかったと思います。こんなに甘くなかったはず。多分。男梅。まあ男梅サワーは美味しいですよね。あ、これ冬限定なんだ。はちみつ男梅サワーは冬限定っぽいですね。確か、超男梅サワーっていうアルコール度数 9% のやつは確か甘味料が入って、いるんですよね。だから俺嫌いなんですよ。普通の男梅サワーは入ってないんですけど、甘味料入ってないんですけど。美味しい。これ美味しいですね、普通に。ただアルコール度数が低いんで、もうこういうのはもう自分でね、こういうのは自分でこれ焼酎を入れて、ね、普通に美味しいですよね。男梅サワーは普通に美味しいです。そういえばもう結構時間経ってると思いますけど、以前動画内で、BGM を、つけるかつけないかっていうのアンケート取ったんですけど、
個人的にはですよ、いちいち編集するのめんどくさいんで、BGM つけるのめんどくさかったんです。だから別につけなくていいんだったらそっちの方がいいなって俺は思ってたんですけど、アンケートの結果、全部で2票入ってて、1票1票、どっちもつけなくていいに1票、つけていいが1票。で、分かれたんです。で、分かれちゃったら、もうまあ、で、俺はもう、めんどくさい人間なんで、つけない方がいいかなって。それで俺が一票つけない方がいいっていうのに、ね。まあ入ってるとみなして、まあ、2対1でつけなくていいかなということでね。まあ、今後つけないことにしました。めんどくさいんで。いちいち BGM つけるの編集もめんどくせえし、それなかったらもう 無編集でポイッと投げるだけでできるんで、すげえ楽なんですよ。ただ、まあ、まあそういうことっすね。まあ俺は、そっちの方が、つけてた方が、ほら、他の、結構、ね、人たちは、結構、っていうか BGM つけてない YouTuber のあれなんて多分一切ないと思うよね。梅干しか。梅干しも美味しいよね、本当に。蜂蜜の味の梅干しって俺嫌いなんですけど、やっぱしょっぱい梅干しが好きなんですよね。なんていうかな、白いやつ。白っぽい梅干しってあるじゃないですか。いわゆるなんか、ただの塩だけで漬けた梅干し。もう一切着色料とかしないで。それが俺は一番好きですね。本当に美味しいんですよね。梅干し。梅干し。アマゾンで前買ったけど、そういえば買ったんだったな、そういえば。そう、蜂蜜漬けとかが嫌いなんです。で、なるべく、塩分が高い方が俺は好きなんで、白干し梅干しね、これね。アマゾンでありますけど、白干し梅干しってやつ。塩分が 20% とか。結構高いやつです。あ、白干しか。強烈な酸っぱさが特徴です。ここの会社のやつ、クソ酸っぱいもんな。前買ったけど。恐ろしい酸っぱさでさ。なんだこれはと思ったもんね。しょっぱいもんしょっぱいし、クソ酸っぱいんですよね。もう酸性のこれ、あれかなと思ったら。なんだっけ。塩酸舐めてんのかなって思った。あ、そういえば梅干しで思い出した。最近、梅ジャムの会社が、梅ジャムっていうなんかね、駄菓子の、あれの製法ってか作ってる会社が老舗のやつがなんかね話題になりましたけど、結局後継ぎがいないんで、潰れたら誰も、その人が亡くなったらもうね誰も作る人がいなくなるんで、でその人もなんかもう
やめようかっていう話になってて、そのなんかアマゾンで高騰してましたね。まあ、だからといって買う気はないんですけど、僕は。まあ、梅ジャムに、あのなんかせんべいみたいなのに梅ジャムかけてね、あの食べますけど。あれはまあまあ、うまいはうまいけど、別にそこまで、あっそって感じだよね。別に、そこまでさ、あの、食いたいかっていうと別にって感じはするよね。まあ、梅干しはね、美味しいですよ。あの、カリカリ梅とかも超うまいけどね。カリカリ梅だとやっぱり、梅しばのカリカリ梅がね、一番うまいですけど。最近だと俺がよく購入してた、あのローソンストア100で売ってた梅干しなんですけど、すっげえまずくなっちゃって、なんじゃこりゃってぐらい味が変わってね、くそまずくなってね、ショックでしたね。100円でさ、すっげえうまかったんで、しょっぱくて美味しかったんですけど、あれが味が変わったのか何なのかわかんないですけど、すっげえまずくなって、あと、カツオ梅とかってありますけど、あれもあんまり好きじゃないんですよね。うん、だから、もう、そういうの一切いらないんで、もう普通に塩だけで漬けたやつが一番美味しいね。梅干し。特に蜂蜜漬けなんてなんか、うん、絶対いらないもん。なんかお菓子食ってみたい。でもアマゾンで1位はあの蜂蜜漬けですね。蜂蜜漬けは。いらねえなぁ。なんか、おかずじゃないよね、結局ね。甘いものをさ、ご飯のおかずっていうのがよくわかんない。らっきょうとかさ、らっきょうとかは、あの、確かに甘いけど、まあおかずになるのはわかる。なんかあれなんだよな。はちみつ梅。やっぱなんか蜂蜜漬けが結構人気あるみたいですね。あ、唐辛子。あ、これ梅茶か。あの梅茶とかも美味しいですよね。確かに。あの昆布、梅昆布茶とかね。梅昆布茶とか美味しいですよね。
梅昆布茶とか美味しい。ああ、こういう練り梅とかね。これも。美味しいですよね。美味しいっていうか、すっげえしょっぱいけど。あの、なんていうの？うん。あの、売ってますよね。あの、業務用スーパーに練り梅とかなんか、1キロぐらいでボカンって、あの、こんぐらいのさ、プラスチックのさ、は、あの、ケースに入ったやつ売ってるけどさ、あれも普通にうまいよ。もうあれだけでご飯何杯もいける。梅干しとほとんど変わんないですね。かなりしょっぱいっていうか、酸っぱいゆえにしょっぱいんで。ご飯が進むくんとかに。おかわり。うーしょっと。あ、これは。うまいけど、アルコール度数が低い。コク、甘み。まあ、甘いでしょうな。コク、普通か。あ、アルコール度数が低いのを除けば美味しいです、ね。普通に自分であの、焼酎加えて。やれば、まあ、問題ないでしょう。2434です。ご視聴ありがとうございました。